皆さん、こんにちは。それではね、12日の、火曜日の川崎競馬第5レース取っていきたいと思います。これは C3 の距離 1400m、出走は12頭と。1番船橋からサンアース、臼井健太郎55。2番も船橋からにせば、M のクラウン、山本俊樹56。3番、揚げ巻き、保存翔也54。4番、リズムオブワールド、増田光弘54。5番、エミネントフラワー、山崎誠二54。6番、浦和から遠征、メディアルナ、岡田大54。7番、青枠は、浦和からの遠征馬、藤田亮52。8番、スピカプレイズ、船橋からの遠征馬、笹川翼54。9番、ロジレガシーは、滝川樹希は56。当番、ベルクルール、マシマ大輔56。11番、プチプチ、桜井康介52。12番、ヤマタファースト、中野翔吾、56。以上のね、12頭となっております。遠征馬は、船橋から4頭、浦和から2頭でいいのかな、多分。1、2、3、4か。まあ、浦和から2頭、いるのか。浦和から2頭、船橋から4頭の遠征馬6頭となっております。見ていきましょう。1番、サンアース。前走は12月8日の船橋なんで、金曜日か。さあ、なぜ中3日、なぜ土日月としか休ませんというね。まあ無理でしょう。飛ばしましょうかね。もうこういうのはね、実力はでもね、ローテーションきつければ俺は絶対に飛ばしますんでね。2番 M のクラウン、こちらは前走は12月8日ま、殺す気かよ、こいつも。飛ばしましょう。3番、揚げ巻き。川崎の馬か、保存翔也騎手。こちらは、前走藤田亮騎手で、先行者ガスケツ12、保存翔也騎手で逃げて5着と。まあ、先行、まあ、どちらかというと、先行逃げ馬がタイプって感じですかね。今年の4月、浦和で桜井康介逃げて6着。まあ、追うことはほぼほぼ無理そうなんで、まあ、ちょっとガス欠しそうなんでね、この子飛ばしましょうかね。4番、リズムオブワールド、増田光弘騎手。これは吉原弘人騎手か、乗ってたの。金層は後ろからの競馬が、あ、でも、先行もできますね。前々層の川崎、戦4は先行して9着。今回は休み明け初戦か。ふんふんふん。この子は休み明けは、これが初めてなのかな。川崎で去年3ヶ月間休んだ時にはこれか。まあ、赤岡修司騎士で先行して勝ってると。で、山崎誠司騎士6番手つけて2着、上がり3ハロは2。後ろから追って上がり3ハロは1位だけど伸びず7着か。後ろから行ける競馬じゃないんでね、間違いなく先行してどこまで行けるか。まあ、これがちょっと鍵ですがね。今回休み明けなんでね、馬体重がどこまで増えるか、減るか。前走の馬体重は乗って、マイナス7キロで、あ、増減なしか前走は。まあ、今回はね、プラス4、5キロすんのかな、もうちょっと出んのかな、まあ、ちょっと気になるところでございますね。まあ、有力馬いなければ、今回増田光弘騎手ですが、あ、でも飛ばした方が良さそうですかね。リズムワールド消しましょう。5番、エミネントフラワー、山崎誠司騎手。この騎手服は多分そうだな。9番で山崎誠司騎手乗ったのは、ここか。9着の時ですね、2番人気で。距離は戦後か。まあ、今回は戦4なんで、戦4だよね。今回は戦4なんで、まあ、この子戦4自体ね、悪くないですね。ここ盛りたいと騎手で、戦後含めね、先行して2着、2回、1着とね、取れてるんでね。まあ、そんなに後ろから行きすぎなければ、まあ、この子も悪くないでしょう。9月のレースは、まあ、7番手につけて徐々に上がっていって、勝利と。まあ、一応2番手予感にしましょうかね、エミネントフラワーは。6番メディアルナ岡田大、浦和からの遠征馬、うん。なんか、JRA からの転入馬か。前走ヤングジョッキー、中越優勢騎士で、後ろから徐々に追い上げていったけど、6着と。川崎の戦後、岡田大騎手で先行して3着。そして、まあ徐々に上げてって、まあ、3着と。町田直騎手で先行して4着。岡田大騎手先行して、浦和5着と。
悪くはない。良くもない。まあ、先行馬の中だとね、今回鞍上が岡田大輝なんで、まあ、そんなに不安はないでしょう。一応4番手評価。7番、青枠は藤田亮。なんかつい最近絶対乗ってる気がするけど、気のせいかな。前走11月ヤングジョッキー。あ、やっぱり乗ってますね。まあ、3番ですけど、そのまま2着と。ほうほう、先行馬の中ではこの子あるでしょうね。なぜか金沢の藤田浩二が来てたと。あ、ロジータ記念の日か。じゃああいつ来てたはずだ。青枠は、まあ一応3番強化にしましょうかね。8番、スピカプレイス、笹川翼騎手。こちらは84万円で買われて440万か。馬主高校だな、随分。今年の7月、赤岡秀司騎手で先行して、勝利と。先行して掲示板を入れるけど、ちょこっと後ろに行きすぎるとこの子きついって感じがしますね。東郷コロちゃん、桜田ファミリアに負けてると。うん、まあ悪くないでしょう。ちょっとエミネントフラワー本命にして、スピカフレイズ3番手、青枠は2番手と。ロジーレガシーは滝川寿輝騎手。5歳馬か。3780万で410万。おー、すごいですね。ここ金層、滝川寿輝騎手が乗って逃げて2着1回、そして3勝して3着1回か。距離は1004、あ、でも外は10番で逃げて2着か。今回は9番か。おお、悪くないっすね。ちょっとこっち本命にしましょうかね。9番ロジレガシー本命のエミネントフラワー下げての、メディアルナ下げての、青枠は下げての、スピカプレイズも下げての。一旦ちょっとこうしておきましょうかね。当番ベルクール、マシマ大輔騎手。こちらは、坂井忍騎手が乗ってたのか。前走、坂井忍騎手で、徐々に行って3着と。まあ、島大輔騎手でも、まあ、若干後ろからの傾向がありますね。坂井忍騎手で先行すると8着と。まあ、そんなにこの距離無理ってわけでもなさそうですね。不良馬場でも徐々に行って5着と。まあ、ローテーションもそんなに過酷そうはなさそうですね。一応、星には入れておきましょうかね。スピカブレイズちょっと上げて、青枠は一応3番手と。11番、プチプチ、桜井康介騎手。女の子だったら面白そうですね。女の子の足毛か。これ川崎だな。これはいつだろう。3番。3番入ったの。これか、藤田亮騎手か。大井の藤田亮騎手で、先行して3着2回と。しかもこの距離ベストと。藤田亮騎手で逃げてこの競争は2連勝。こりゃすごいな。よくこっちの馬乗らなかったな。ほう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 、悪くないっすね。ちょっとこっちも入れときましょうかね。まあそんなに悪くもないでしょう。まあ藤田亮騎手で勝ってって、地元の桜井康介騎手負けた場合ね、まあある意味面目丸つぶれ感もありますんでね。まあちょっと一応2番手評価にしてみましょうかね。ただ外大丈夫なのかな、この子は。2連勝の時は内枠で、まあここ金層はね、9番入ってますが、まあ前行ける能力はあるんで、まあ悪くないでしょう。一応推奨しておきます。ジェフタマン、ヤマタファースト、中野翔吾騎手。これは6歳馬か。ここ、金層、川崎は、徐々に上げてって3着。まあ、後ろからの競馬が多いっすね、若干。中野翔吾騎手と考えると、まあ、いいとこ2着なんでね。ちょっとこの馬は、まあ、大外なんでね、除外しましょうかね。まあ、どこまで追い上げていけるか。結構今回ね、9番のロジレガシーとか、まあ、山崎誠二騎手のこれですね、エミネントフラワーとかね、結構前争い行きそうなんで、まあ、エミネントフラワーもね、前行ったら、まあ、勝てそうな気がするんでね、まあ、後ろ行きすぎなければ、この子もね、十分勝てそうな気もしますんでね、まあ、プチプチ、藤田亮騎手で逃げて川崎2連勝の、まあ、この子も花主張すれば面白いところでしょう。という感じがするんで、今回ね、追い上げ馬の、まあ、12番を切りましょうかね。本命9番、ロジレガシー、そして対抗2番手11番、プチプチ、3番で評価5番、エミネントフラワー、4番手評価、7番の青枠は、5番手評価ね、ちょっと星多いですが、3と6番メディアルナ、8番スピカプレイズ、当番のね、ベルクールにね、したいかなと思います。まあちょっと12と10、まあちょっとうちの馬がね、結構すんなりね、まあ、特に1番から3番に関してはもうローテーション、まあ特に1番2番なんかね、ローテーションきついんでね。まあ、3番の上げ巻きで、まあ、前走11月からまあ空いてますけど、まあ、藤田亮騎手で先行してガス欠となるとね、まあ、細野翔騎手でも逃げてね、5着なんで、まあ、ちょっとどうなるかなっていう気がするんでね、まあ、上げ巻き含め、ちょっとね、うちの4頭蹴ってるんでね、まあ、1004なんでね、直線200メートルで、
まあコーナーまでね、誰がまあ花行くか、まあ9番が花行くか、外の11番が行くかね、ちょっとこれはね、面白いねレースになるかなと思いますね。そしてね、この評価にしておきたいかなと思います。ではこの後ね、6レース取るのでお待ちください。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。